どうもこんにちは、リオです。ごめんなさい、喉をちょっとやっちゃいまして、いつもと違う声なんですけども、そこは本当申し訳ないです。すいません。今回なんですけども、広島の方で12月22日、新たにグランドオープンするお店ができたんですよ。そのお店の名前は、ハードオフ広島坂店。こちらですね、なんか噂では、ユニクロの跡地だって言われているので、かなりでかい店舗になるっていう噂なので、これはですね、期待できるんじゃないかなと思って、やってきました。広島といえばですね、周りにいろんな競合店がですね、いっぱいあるんですけども、その中今回もやってくれるんじゃないか、楽しみですね。果たして、どんなものがあるのか、早速、行ってみましょう。さあ、やってきました。ハードオフ巡り。今回お邪魔したお店はこちらのお店。ハードオフ広島坂店。こちらのお店は12月22日にグランドオープンして私遊びに行ったんですけども、オープン前からかなり人が並んでました。これはかなり期待できるお店なんじゃないでしょうか。早速行ってみましょう。まずはこちらのレトロゲームコーナーから見ていきましょう。こちらのショーケースの中はいろんなものが入っていました。裸ソフトのレアなファミコンやスーパーファミコン、箱付きのファミコンなんですけども、かなりですね状態のいいものがずらりと並んでいました。下を見てみるとカゴに入ったファミコンがあいうえお順で並んでいますね。ファミコンソフトを見てみると同じソフトなのに値段がバラバラなんですよ。こういう時は本当にチャンスです。自分の欲しかったファミコンがですね、安く手に入るので探してみてください。移動しまして隣のゲームボーイコーナーも見ていきましょう。この探してる感覚がお宝探しのようで楽しいんですよね。そう言ってたら発見しました。こちらの五右衛門、本来でしたらショーケースに入っててもおかしくないほどのゲームソフト。いやー、こちらのお店遊び心満載のお店ですね。続いてはこちらのプレイステーションのコーナーを見ていきましょう。上2段がプレイステーション3のソフト、3段目からはプレイステーション2のソフトがずらりと並んでいます。ここからは気になったソフトを紹介したいと思います。キングオブファイター94、昔ゲームセンターでよく遊んだ記憶があってまたやりたくなっちゃいました。ディスガイア2、こちらのソフトも昔よく遊んでいたんですけども、かなりぶっ飛んだ作品になっていて刺激が欲しい方にはちょうどいいソフトかもしれません。ワールドファイターズ、これはもう見た目はこれはもうスマブラですかね。ボンバーマンや桃太郎、高橋名人など使ってみたいキャラクターが勢ぞろいしていますね。続いてはこちらのハード機を見ていきましょう。まずはこちらのドリームキャスト、限定版のコントローラーがついたドリームキャストがなんと5500円。付属品もしっかりついてこれだけですぐ遊べますね。お隣を見てみると7700円でメモリーカードがついてますね。メモリーカードも単体で買うと2000円ぐらいするので、このセットはかなり嬉しいですね。隣に行くと状態のいいドリームキャストが8800円、下を見てみると箱付きもありました。個人的に気になったのはこちらの湯川専務モデルのドリームキャストの箱付き、5500円だったら私持ってなかったらこちらのモデルを買っちゃいますね。ここでびっくりしました。ニューファミコンでもかなり珍しいんですけども、上を見てみるとなんとスーパーファミコンジュニアの箱付きが売られています。これはなかなかのレアなハード機に出会いました。欲しいと思ったんですけども、お値段がって思っていたらそこで
7700円のスーパーファミコンジュニアを発見。映像ケーブルが必要って書いてるんですけども、これはスーパーファミコンのやつで代用できると思うので、これは早速ゲットしたいと思います。続いてはこちらのジャンコーナーに移動してきました。こちらのジャンコーナーかなり人気で、私がここに来るのに1時間以上待ちました。先ほどの青箱はもうほぼほぼなかったんですけども、あそこに何があったのかすごい気になります。だけどまだ私はですね、ここにお宝があるんじゃないかと思い、青箱の可能性を信じています。隣の青箱にはですね、なんと面白いものがいっぱい詰まっていますね。メガドライブのソフトやゲームキューブのソフト、周りにはゲームボーイの山、こういうところで面白いものに出会う可能性が高いんですよね。ここで私、あのソフトに出会いました。メダロット。子供の頃よく遊んでいたんですけども、これのクワガタが欲しいなと思ってたら、奥を探してみるとですね、奥にも出てきました。しかもこちら110円。他の青箱を見てみると、スイッチのようなコントローラーを発見。左スティック誤作動と書いてるんですけども、中を開けて掃除したら治りそうな感じがしますね。他にもプレイステーション専用の釣りコンのコントローラーだったり、 PSP のアクセサリー、 GPS。 今回お邪魔したハードオフ広島坂店は、子供の頃のようなワクワクした感じが味わえる楽しいお店でした。家に帰ってきました。今回はハードオフ広島坂店のグランドオープンにお邪魔してきたんですけども、なかなかの人気店で、あまり動画の方が撮れなくてですね、ほんとすいません。だけど面白いものはですね、いっぱい買ってきたので、ここで紹介したいと思います。まずはこちら、メダロットカブトバージョン。イマジニアから発売されたロールプレイングゲーム。発売された当時はポケモンの2番戦時とも言われていたゲームなんですけども、実際に遊んでみたら、ロボットものや育成ゲームといった型にはとらわれず、自由に遊ばせてくれるゲームの一つではないでしょうか。お値段は110円。続いてはバージョン違い、メダロットクワガタバージョン。こちらのメダロットはカブトとクワガタの2バージョンがあって、そのバージョンでしか手に入らないメダルとパーツが存在しています。もしこのメダルがですね、欲しい場合は真剣ロボバトルといって、通信対戦で相手に勝って 20% の確率でメダルがゲットできます。当時はこれを集めるのになかなか苦労しました。お値段はこちらも110円。ゲームボーイのソフト、ガンバレゴエモン制空士ダイナマイツアラバル。コナミから発売されたアクションゲーム。こちらはゲームボーイのソフトながら、他の据え置きのハードと変わらないぐらいの完成度の高さ。そのためかこのソフト、値段がだんだんと上がってきてるんです。昔見た時は5000円ぐらいだったんですけども、最近では1万2000円ぐらいで見ることが多々あります。そんな高いソフトがここハードオフ広島坂店でこの値段でゲットできました。ほんと嬉しいです。お値段は8800円。ここからは 3DS のソフト、クマトモ。バンダイナムコゲームズから発売された、ジャンルが親友ができちゃうゲーム。クマのぬいぐるみの友達と温かい日常を堪能できる、癒されたい人にはおすすめのゲームになっています。余談ですけども、こちらのクマトモ、意外とグイグイ来る性格で、どんなハプニングに遭遇するのか。お値段は110円。続いても 3DS のソフト、充電戦隊恐竜ジャー。
ゲームでガブリンチョ、バンダイナムコゲームズから発売された戦隊もののゲーム。ファミコンやスーパーファミコンでも戦隊もののゲームはあるんですけども、なかなかのプレネで今では手が出せません。だからこちらのソフトもいつか値上がるんじゃないかと思い、私はジャンコーナーでこちら110円でゲットしました。どんなゲームなのか楽しみです。ドラゴンボール買っちゃいます。ドラゴンボールフュージョンズ。バンダイナムコエンターテインメントから発売された育成収集型 RPG。 ドラゴンボールのフュージョンをクローズアップしたゲームになっており、オリジナルキャラクターが多数登場してきます。個人的にはフリーザとセルの融合したセルーザを見てみたいです。お値段は110円。またまたドラゴンボールのソフト、ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッション。バンダイナムコエンターテインメントから発売されたカードバトルアドベンチャー。こちらはドラゴンボールヒーローズを家庭用ゲーム機に移植した1作品目の作品。アーケードステージをそのまま遊べるアーケードモードやストーリーモードが存在。ゲームセンターでこちらのカードゲームはまだ1回もやったことがないので、このゲームを通してどんなものかやってみたいと思います。お値段は110円。ジャンコーナーは熱すぎる。ヒーローバンク2。セガから発売されたマネーバトル RPG。 こちらはヒーローバンクの続編のゲームで、前作の問題点のほとんどを改善し、ストーリーも感動できるという、そんな評価の高いゲーム。内容も子供向けのゲームということなんですけども、ヒーローなのに金が全てという、何度もぶっ飛んだ作品になっています。お値段は110円。これも110円。大合奏バンドブラザーズ P。 任天堂から発売された音楽ソフト。作曲機能が豊富で、このバージョンにはボーカロイドの歌声が追加されました。これでまた自由度が上がりますね。お値段は110円。続いてはプレイステーション2のソフト、ドリームミックス TV ワールドファイターズ。ハズソンから発売されたはちゃめちゃ対戦アクションゲーム。コナミ、ハズソン、タカラによる三者共同のスマブラで、キャラクターもなかなかいいキャラクターが揃っています。個人的にはこちらのリカちゃん、どんな動きをするか楽しみです。お値段は1650円。ジャンコーナーで見つけました。 PS1。 こちらはジャンクの定番の PS1 なんですけども、だけどですね、他の PS1 とはちょっとこちら違うんですよ。いつもジャンコーナーで置かれている PS1 はですね、本体のみが多いんですけども、だけどこちら電源ケーブルがついてるんです。これだけでもですね、単体で買うと1000円以上するので、これが一緒についてくるのはかなり嬉しい。そして専用コントローラーもついていて、これはもう買うしかないです。お値段は2200円。これでできます。スーパーファミコンジュニア。いやー、これを待ってました。私、こちらの本体はなかなかのレアな本体なんですけども、だけどですね、この本体が欲しいっていうよりかは、私レトロフリークでできないゲームを何としてもやりたかったんです。ランマや天外魔境はレトロフリークではできなかったので諦めかけてたんですけども、こちらのスーパーファミコンジュニアのおかげでやっとできそうです。お値段は7700円。今回も最後まで見ていただき本当にありがとうございます。今回はハードオフ広島坂店のグランドオープンに行ってきたんですけども、私
あの TB 健一さんとツーショットを撮ることができました。これは本当に嬉しかったです。健一さん本当にありがとうございます。この1年ハードオフを通していろんな方と出会い、そして貴重な体験までさせていただきました。これも皆様のおかげです。今年1年本当にありがとうございました。来年も今年以上にいろんなものにチャレンジしていきますので、そのためにも皆さんにお願いがあります。このチャンネルではいろんな面白いものや全国のハードオフを巡って紹介していますが、皆さんの中にもこんなところに行ってほしいとか、こんなものを見てみたいとか、そんな熱いコメントがあったらぜひともコメント欄に書いてほしいです。あとチャンネル登録もですね、ぜひしてほしいです。それでは来年もよろしくお願いします。それではデコでした。